Hei, apa kabar? Kalian semuanya saja kembali lagi di channel Bongol. Oke ya, di video kali ini gue bakal ngelanjutin Toaru series, Toaru Mujutsu no Index Season 1 Episode 3 hari ini. Dan ya, kemarin terakhir di episode 2 kemarin si Index tetap terluka, dibawa ke rumah si Loli Sensei sama si Toma. Dan terakhir muncul calon wifi gue. Gue masih belum tahu namanya siapa. Dan kemungkinan bakal muncul di episode 3 ini. So ya, yeah, let's go. Kita mulai aja. Toaru Mujutsu no Index episode 3. Let's go. インデックスは頭の中に10万3千冊の魔導書を記憶しているらしい。俺はなんとか魔術師を退けたが、インデックスの怪我はひどい。オープニング1。てるかも、思いは。Let's go. 時刻は日本標準時間で何時ですか？それと日付もお願いします。4月20日の午後8時半ですけど、今の体内時計は秒刻みで正確なので問題ないのです。一定の食生活と運動のリズムで体内時計くらい調節できるんですよ。現時刻は日本標準時間で7月20日午後8時30分でよろしいですね。はい、正確には53秒に入ったところですけど。ダメです、起き上がった。構いません、再生可能です。The fuck? Creepy ちゃうよ。蟹座の終わり。8時から12時の夜半。方位は西方。それ。魔術。ここから先は、あなたの手を借りて、あなたの体を借ります。指示の通りにしてくだされば、誰も不幸にならなくて済み、誰にも恨まれずに済みます。救急車の意味は分かりかねますが、それはあと数分の間に完全に傷を塞ぎ、なおかつ体内の生命力、マナーを必要量補充することが可能ですか？先生、魔法少女ではないでしょ。ご協力に感謝します。魔法少女。ちょーい。まずは、何ですか？そちらの黒いものは。ああ、これはゲームのメモリーカード。これ、この部屋のミニチュアなのですか？素材は関係ありません。形と役割が同じなら、儀式は可能です。それよりこちらの指示を正確に行っていただけると幸いです。手順を踏み間違えた場合、あなたの神経回線と脳内回路を焼き切る恐れがありますので。リンクしました。リンク？テーブルの上に作った神殿はこの部屋とリンクしています。この部屋で起きたことはテーブルの上でも起きます。金色の天使、体格は子供、二枚の羽を持つ美しい天使の姿。天使。本当に天使を呼んでいるわけではありません。術者であるあなたの意志で天使の形を作り込んでいくのです。はい、可愛い天使。マライカピアン、可愛い天使。続けます。かわいい天使。かわいい天使。かわいい天使。
muncul Kawaii Tensei. Hah? Gitu doang. Udah selesai coy. Sembuh. Mana no hoju ni tomo. Ternyata kayak gitu. Padahal gue tadi kepikirannya bakal apa? Kayak ngeluarin sihir gitu. Sihir regen, sihir ngehil gitulah. Ternyata enggak. Kayak semacam ritual gitu ternyata. あなた自分のことよりも神嬢ちゃんのことなんだかよくわからないけど テテテテ moment トマ X index にくびらないでほしい ibu-ibu. Fuck. Ibu-ibu loli. Imoto. Imoto. Kami-chan-tachi-ga一体どんな問題に巻き込まれてるかわからないですけど それが学園都市の中で起きた以上、解決するのは教師の役目、大人の義務です。 Tugas orang dewasa. あ。神嬢ちゃんたちが危ないやし。先生には借りがあるんで、巻き込みたくないんです。何でにかっこいいセリフを吐いてごまかそうったって、先生は許さないですよ。先生、スーパー行ってご飯のお買い物してくるです。 神嬢ちゃんはそれまでに何をどう話すべきかきっちり整理しておくですよ。それと、それと。先生、お買い物に夢中になってると忘れるかもしれません。帰ってきたらちょっとしないで神嬢ちゃんから話してくれなくちゃ。ロレロン、せー、baik hati ternyata. 素敵な人だね。ん?小前先生のことか? これ以上先生は巻き込めないな。魔導書っていうのは危ないんだよ。そこに書かれている異なる常識や違う世界って善悪の前にこの世界にとっては有毒なの。書いて。魔術ってそういうものなのか。知りたい?私の抱えてるもの。本当に知りたい?本当、懺悔を聞く神父さんみたい。 ティ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 
汚れた敵を理解すれば心が汚れ、汚れた敵に触れれば体が汚れる。10万3000冊が辛かった。魔術っていうのは式みたいなものだから、上手に逆算すれば相手の攻撃を中和させることもできるの。世界中の魔術を知れば世界中の魔術を中和できるはずだから、私には103000冊の魔導書が。叩き込まれた。正確には人の精神では無理なの。どうしようもないからこそ封印するしか道がなかったんだよ。つまり連中はお前の頭の中にある爆弾を手に入れたいってわけなんだな。そんな大事な話なんで今まで黙ってやがった。だって信じてくれると思わなかったし、怖がらせたくなかったし、それに嫌われたくなかったから。ざけんなよてめえ。舐めたこと言いやがって。必要悪の境界ネセサリウス、103000冊の魔導書。たかが103000冊を覚えた程度で気持ち悪いとか言うと思ってんのか。ちった俺を信用しやがれ。人を勝手に寝踏みしてんじゃねえぞ。
Toma X Index confirm. ほら、俺ってば右手があるから、魔術師なんざ敵じゃねえし。ふん、無事に捨てた娘の男。はい、悪かったんだ。インデックス。インデックス。はあ、ワイフ。同伴していた少年の身元を探りました。レッツゴー。やめてくれよ。力を持たない素人が命を救える。世界は優しくする。レッツゴー。むしろ問題なのは。彼がただの喧嘩早いダメ学生という。うん、まだ出た、ウサファープ。情報の意図的な不。神崎。神崎、そう、名前は神崎。学園として動くとなれば、何人も理事会のアンテナにかかるはずですが。敵戦力は未知数。大してこちらの増援はなし。楽しそうだよね。本当に楽しそうだ。複雑な気持ちですか？かつてあの場所にいたあなたとしては。いつものことだよ。ガンザーキー、レッツゴー。帰ってきた小萌先生は。おふら、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 おふら。聞きたいことがあるんだよ。小萌が言ってた。ジャパニーズ銭湯には、コーヒー牛乳というものがあって、こう、こう、腰に手を当てて飲むのですよ。おー、コーヒー牛乳って何？カプチーノみたいなもの？カプチーノ。そんなエレガントなもん、銭湯にはねえ。私、気がついたら日本にいたからね。向こうのことはちょっとわからないんだよ。ん？どうりで日本語ペラペラなはずだぜ。そういう意味じゃないんだよ。私、生まれはロンドンで、セントジョージ大聖堂の中で育ってきたらしいんだよ。どうも、こっちに来たのは1年くらい前かららしいんだね。最初に目を覚ました時は、自分のこともわからなかった。昨日の晩ご飯も思い出せないのに、魔術師とかインデックスとかネセサリウスとか、そんな知識ばかりぐるぐる回って。トーマ、なんか怒ってる？怒ってねえよ。なんか気に障ったなら謝るかも。トーマ、何キレてるの？思春期ちゃん？あのな、元から好きでもねえくせに、そんなセリフ吐くなよな。いくらなんでも、お前にそこまでラブコメっぽい素敵イベントなんぞ期待しちゃいねえからさ。で、あれ、なんで上目遣いで黙ってしまわれるのですか？姫。トーマ！え？What is this? 人がいない。Okay, let's go. ルーン。ルーン。人払いのルーンを刻んでいるだけですよ。てめえは。神崎香織。神崎香織。申します。香織ちゃん。ふう。エピソード3。Yo, pertama yang pengen gue bahas waifu gue Kanzaki Kaori Chuan. Sepertinya si Kanzaki Kaori Chuan ini sama-sama penyihir kayak si siapa kemarin? Ignatius. Sama-sama penyihir kayaknya. Dan ya gue gak tahu sih tujuannya si Kanzaki Kaori ini apa sih sebenarnya. Mau ngebunuh si Index atau mau apa ya, ngambil informasi di otaknya si Index, gue masih belum tahu. Yang pasti calon waifu gue lah si Kaori Chuan. So ya, yeah. Tadi juga gue bisa apa ya, bisa banyak informasi yang bisa gue terima tadi
kayak asal usulnya si Index. Terus si hero penyembuhan tadi, gue ekspektasi gue sih kayak yang biasanya yang sihir ngeheal gitu, ternyata gak, lebih kayak apa ritual tadi kan ya sihir healnya. Dan ya, so far so good, so far oke lah. Emang kalau ngelihat dari apa ceritanya, mungkin gak terlalu yang alurnya tuh gak yang apa ya cepet gitu, mungkin alurnya emang lebih santai sih buat Toaru Majutsu no Index season 1 ini kalau gue nontonnya sih ya. Dan ya, sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa request kalau pengen gue nge-react sesuatu. So ya, yeah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.